ンヌツは不思議の国の龍一です。今日はスタジオからではなくとあるホールにいます。なぜいるかというと、もう番組欄なんかを見て知っていることと思うが、今日はピアノの生演奏をお送りします。生演奏なんていうのは1回だけ集中的に聞くのが正しい聞き方なんだから、ほらほらエアチェックの準備なんかしないで、大きな声で聞くように頼んだよ。ゲストには矢野明子も来ていますので、彼女の演奏も楽しんでください。それでは。
音楽業界きっとの友稼ぎ夫婦と呼ばれている坂本矢野のタッグでお送りした今日のソニーサウンドビジュアート不思議の国の流地、楽しんでいただけましたか、矢野さん。はい、今年はもう残り少ないですね。残り少ないので出前は行きますか。出前はもう年内はないです。あとまた来年北海道とか寒いところに行きたいと思うんですけど、どうぞ留守をよろしくお願いしますね。私は子供の弁当を作るので頑張って出前をしてください。というわけで今日はどうもありがとうっていうのも変だけどありがとうございました。来週はニューアルバムカフェボヘミアも発売、カフェボヘミアの発売を控えた佐野元春くんをゲストに迎えて彼の真面目な音楽姿勢を聞いてみたいと思います。佐野くんとはね、この間ジャンジャンで一緒にやったんでしょ。とても楽しい時を過ごさせていただきました。よろしくお伝えくださいね。よろしく言っておきます。じゃあ来週また。坂本でした。